その時フロントの電話が鳴り始めたってことで、かまいたちの夜特別編やっていきたいと思います。おめでとうございます。はい、シュプールです。小林さんが話すのを聞くともなしに聞きながら、僕らは誰もいない談話室のソファーに腰掛けた。ちょっと待ってね、マイクのボリュームが、小林さんの大きな声は僕たちの座ったところまでよく聞こえてくる。ああ、三木本様ですか。夕食はあいにく終わりましたが、お部屋は取ってございます。はいはい、駅のあたりですか。そっからですと車で 3,40 分はかかると思いますが、しかも今雪の方が相当ひどくなってますから。今頃来る人がいるみたいね。雪で遅れたのかしら。マリーがささやく。きっとそうだよ、迷ってそうなんてなことにならなきゃいいけどね。そうですか、ではお待ちしております。小林さんが電話を終えたところへ、2階から中年の夫婦の男性の方が降りてきた。テレビつけてもかまんか。気さくに聞いてくる。ええ、どうぞ。僕が答えると、彼はテーブルの上のリモコンでテレビをつけた。タイムないドラマをやってるのを見て、チャンネルを次々と変える。あがん、どこもやってん。もうちょっと またんしゃあないかな。テレビを消すと僕たちの方を向く。君ら今日の終わりね、聞いてへんかな。は？終わりね。株かや株か、ここどいなかやからな、勇敢があらへんねや。こんなことやったらラジオ持ってくるんやった。加山さん、仕事のことは忘れるって約束でしょう。小林さんが声をかける。あー、小林くん、いや別に仕事やないんや。毎日見てるさかい、みんと気持ち悪いっちゅうだけでな。奥さんはどうしたんですか。結婚してから仕事仕事で旅行の一つもしたことない。いっぺんくらい夫婦水入らずで旅行するのもええかもしれん。そうおっしゃったのは加山さんでしょう。そこまで喋って小林さんは僕たちが見ていることに気づいて言葉を切った。ああ、一応紹介しようこうか。加山さん、この子は私の名義で、マリと言います。こっちは義理の甥になるかもしれない徹君。義理の甥？やだおじさん、勝手に決めないでよ。まんざらでもないんだよ、ないんだよね、マリちゃんは。どんどん決めちゃってください。そうか、君が名護さんか。それにしては別品やな。そう言っていやらしい目つきでマリを眺めます。いや、僕の思い過ごしかもしれない。加山さんは私が前の仕事をしている頃お世話になったんだ。大阪で社長されている。こんにちは、よろしく。しかしなんやな、立派なペンションやないかなあ。わしも今まで脱サラしてうどん屋やの蕎麦屋の始めよった人間知っとるけど、こんなしっかりやっとるのは初めて見た。あんたら学生さんか。加山さんはこちらを見た。は、はい。おじさん見習っときや。この人は立派な人や。ところで君、就職はもう決まったんか。いえ、まだ僕は。まだか、まだやったら落ち込んか。うちはええで、うちは実力主義やさかいな。もう名分ですね、これは。2年目の人間が10年目よりよーけ給料をもろたり平気でしよる。大声でまくし立てる。はあ、しかし、その代わり力のやつはいつまでたっても給料上がらへん。どや、打ち込んか。どこまで本気なのかわからない。まだ先の話なんで。ここでですね、B を選ぶと大変なことになってしまうので A でいきます。まだ先の話なんで。僕は無難な返事をしておいた。しかし加山さんは人の話を聞いていないようだった。まあバッドエンド回収していくのも悪くないけどね。今不況や不況や言うて騒いでるやろ。うちはな、そんなもん関係あらへん。実力のあるもんしか雇ってへんからや。うちは実力主義やさかいな。どうや、うちこんか。小林さんもマリもニヤニヤしながら眺めているだけだ。そうですね、考えておきます。なんとかこの話題を終わらせたかった。わかりました、お願いします。僕は腹をくくった。一旦腹くくるわ。わかりました、お願いします。僕は腹をくくった。そうか、よう言うてくれた。そうと決まったら全話急げや。うちは実力主義やさかやな。めっちゃ実力主義押すね。学歴なんか関係あらへんから卒業せんでもええ。早速大阪に戻って働いてもらおうか。これで単位を取る必要もなければ卒業論文も書かなくていい。人生パラ色のはずだった。学校も辞めて大阪に行っちゃうの。じゃあもう会えないわね。残念そうにマリが言った。え、はあ、マリ、結婚して一緒に大阪に来てくれ。
ついでにプロポーズもしてしまえ。マリ、結婚しよう、一緒に大阪に来てくれ。ついでにプロポーズもしてしまえ。いやよ、行きたかったら一人で行けば。まあ、こうなるよね。そして夢のような旅行が終わると、僕は退学届を出し、大阪へ一人旅立った。それ以来、マリと二度と会うことはなく、20年が過ぎた。加山社長は体を壊して引退し、今では僕が会社を引き継いでいる。小さな会社なので、100万長者には程遠いし、まあ、忙しい毎日だがそれなりに満足している。結婚して子供も2人できた。そして今僕は妻と2人、車を走らせて思い出のペンションへとやってきた。玄関を入ると懐かしい声が呼びかける。ああ、社長いらっしゃい。遅かったですね。小林さんもすっかり白髪だ。助かった、死ぬかと思ったわ。えらい吹雪始めよって。僕はそう言いながら奇妙な感じに襲われた。どっかでこんなことがあったような。いや、多分気のせいや。そうに決まっとる。その時わしはまさか自分が恐ろしい殺人事件に巻き込まれるとは思いもせんかった。シュー見ちゃったよ、このバッドエンド。あ、セーブしまーす。なんかもはやもう、なんか、なんて言うんだろう。でもこれ、かなり有名なバッドエンドなんじゃないかな。まあ、ここに、このバッドエンドを回収するまでに、まだバッドエンドは何個かあったと思うんだけど。続けるよ。これ、タイムチャートってあんのかな、ちなみに。R ね。よかったよかった。音切りその時なかったからね。音切りそうなかったのはなかなかの地獄やったからね、あれ。よいしょ。どこだ？ここか。こっから、軌道を修正していきましょう。こう軌道が修正できるから、まだバッドエンドを回収しやすいよね。あ、すんません、加山さん。ちょっと、やっぱりまだ。マリと離れ離れでは意味がない。しかし加山さんは許してくれない。なんで？男が一回口にしたこと取り消すんかいな。そらあかん、わしは認めへんで。とほほ。ああ、よかった。よかった。ご迷惑ですよ、あなた。静かな女の人の声が聞こえた。振り向くと加山さんの奥さんらしい、あの綺麗な女の人が階段の下に立っている。困っていらっしゃるじゃありませんか。遠目にも不釣り合いな気がしたが、近くで見ると思った以上に若いことが分かった。35、6といったところで、加山さんとは控えめに見ても10以上の開きがある。女房の春子や。こっちは小林くんの姪御さんとそのフィアンセやそうや。着々と既成事実が築かれつつある。マリア文句を言う気もなくしたようだ。へへへへ。どうも、こんにちは。春子さんはにっこり笑いながら加山さんの隣に腰掛ける。おいしいお食事でしたわ。お世辞じゃないでしょうね。そう言いながらも小林さんはまんざらでもなさそうな表情だ。お世辞なんてとんでもない。本当に素敵でした。これね、亀たちによる難しいところは誰が喋ってるのかよくわかんないんだよね。奥さんにそう言っていただけると自信がつきます。ひどく親密な空気が流れた。なんか喉が渇いたんやけど、ビールかなんかもらえるかな。その空気を苛立たしげに破ったのは加山さんだった。じゃあ君たちも飲むか。小林さんがその場を取り繕うように聞いてくる。僕とマリア顔を見合わせてうなずいた。じゃあちょっとだけ。彼女が親指と人差し指で量を示したので僕も。Cの器の小ささが好きなんだよな。ワンケースもあれば十分です。先に強いところを見せてやろうと思った。もうそういう考えが器が小さいんだよ。何厚かましいこと言ってるのよ。マリに怒られた。冗談に決まってるじゃないか。おお、なんかこの窓怖いんよな。目に見えるんだよ、あのランタンっていうか光みたいなのが。突然窓の外でドサッと何か重たいものの落ちる音がする。わっ、何か落ちたよ。僕がビグンと体を動かすとマリはクスクスと笑った。屋根の雪が落ちただけよ。なんだ、雪か。拍子抜けした。
本当に雪だったんだろうか。疑いながら窓の外の闇を見つめていると、遠くでぼんやりと明かりがちらつくのに気づいた。ヘッドライトは急速に近づいてきて、エンジン音も聞き取れるようになった。この辺りは他に家もないし、どうやら遅れてきた客のようだ。案の定エンジン音はペンションの裏手へ回り、そこで消えた。やがて玄関ポーチに人の足音がし、二重になったドアの開く音が聞こえてきた。すいません、三木本ですが、どなたかいらっしゃいますか？ドーマ声がこちらまで響く。三木本さんですね。ようこそいらっしゃいました。小林さんが食堂から走ってくる。大柄な男の客は靴を脱いで上がってきた。小林さん慌ててビールをテーブルの上に置くと、フロントへ向かってダッシュした。いやー、一時はどうなることかと思いました。ワイパーはまるで役に立たないし、車はスタックするし。三木本と呼ばれた男の人はフロントで記帳しながら喋り続けた。名前に似合わぬひげ面のいかにも山男といった感じの人だった。夕食が終わりましたんですが、おにぎり程度のものならご用意できます。お作りしましょうか？小林さんが尋ねる。ああ、いえ、途中でいろいろパクつきましたからお腹は空いてません。何かあったかい飲み物でもいただけると嬉しいんですが、コーヒーとか紅茶みたいなものがよろしいですか？スープもできますが。それじゃあ紅茶をください。じゃあお部屋にお持ちしましょうか？それともこの談話室で？あ、そこで結構です。三木本さんはちらりとこちらを見てうなずく。そうですか、じゃあこれが鍵です。荷物を置いたらまた降りてきてください。小林さんに鍵を渡されると、三木本さんは荷物を担いで2階へと登っていった。ハート時計が1回だけ鳴る。8時半だ。あー、ごめん、勝手に飲んでてくれていいよ。僕らに声をかけると小林さんはまた食堂に戻っていった。忙しそうだな、小林さん。ほな、お言葉に甘えてお先に飲まさせてもらおうか。加山さんと僕、そしてマリの3人はグラスを手に取った。乾杯。軽く乾杯のポーズをして口をつけた。加山さんの奥さん、春子さんは飲めないのか飲みたくないのか手を出さない。ブハー、こういう寒い時に部屋の真ん中をあったかくあったこうじで冷たいビールを飲むんが最高の贅沢や。そう思わんか？加山さんはニコニコしている。逆らう理由がないんだよね。ここ選択肢いらないからね、普通に考えて。そうですね、僕は合図しようった。確かに吹雪を見ながら暑いくらいの暖房が効いた中で飲むビールは、真夏のビールとはまた違う味わいがあった。まあわかる気がするな。クーラーガンガンに冷やして夏場に毛布にくるまるみたいな感じでしょ。どうもこんばんは。足元も高く、さっき上がっていったばかりの三木本さんが降りてくる。あれ、皆さんはビールですか？参っちゃうな、ここに小声かけた人間がいるってのに。知らねえよ。えらく陽気な人らしく、あははっと大声で笑いながらマリの隣に腰掛けた。三木本陽介ですからね。あ、三木本さん、もう降りていらっしゃるんですか？紅茶入れて、今入れていますから。小林さんが追加のビールを持って戻ってくる。その言葉通り、奥さんの京子さんとバイトのみどりさんがティーポットとカップを乗せたお盆を持ってやってきた。春子さんはビールダメでしたね。紅茶はいかがですか？あとミシシッピマットケーキというのもありますけど、美味しいですよ。そう、ミシシッピマットケーキ食べてみたいんだよな。京子さんが尋ねると、春子さんはちょっと考えてうなずいた。ええ、じゃあいただきます。ああ、生き返るみたいだ。三木本さんありがたそうに熱々の紅茶をふうふう吹きながら飲む。ひげを生やした人というのは年齢がよくわからなくなってしまうのもなのだが、三木本さんもそうだった。声の感じや喋り方からして中年というにはまだ間があるだろうが、多分30代は半ばだろう。ひげを落とすと案外僕たちと変わらなくて20そこそこなんてこともあるかもしれない。泊まり客はこれで全部ですか？一息ついた三木本さんが僕たちを見回して聞く。いえ、あとまだ4人ほどいらっしゃいますよ。小林さんが答えた。そうだ、篠崎くん、彼女たちもお茶が欲しいかもしれない。ちょっと聞いてみてくれないか？はーい。みどりさんはパタパタとスリッパの音をさせてフロントへ向かった。あの男の方はどうされます？男の方か、ちょっと怖い感じの。こっちへ振り向き聞いてくる。あのヤクザみたいな人のことだろう、マフィアね。
あ、田中さんか。一応聞いてみてくれ。田中、私嫌だな。嫌ならいいよ。人付き合いの良さそうなタイプでもなかったし。よかった。ミドルさんは3人組の彼女たちに内線電話をかけた。アルバイトこれでいいの？オーナー、飲みたいそうです。今からこっちへ来るって。電話を終え、こっちに向かって叫ぶ。もうちょっと丁寧な言葉遣いができんものかな。小林さん握手をしてつぶやく。教育ですよ、教育。ちゃんと教育しないと。本当ですね、最近の若い女は全く。いらずたしげに同意した。なんで上からなの。ああいうのって上司のしつけなんですよね、結局。器小さくなろうかな。ああいうのって上司のしつけなんですよね、結局。僕はため息混じりにしみじみと語った。小林さんの方がピクリと引きつった。トール君、君ね、不穏な空気が漂った。まあまあ、あなた、トールさんも。京子さんがその場を取り出した。うん、トールが全面的に悪い。じゃあ私、もう3人分用意してきますからね。そう言うとお盆を持って台所へ向かう。なんとか雰囲気が元に戻った。わざと荒らした感あるからね。いやー、ここはえらくサービスがいいんですね。三木本さんは感心したように首を振った。いやー、とにかく人をもてなすのが好きで始めたわけですから。小林さんはしきりに照れている。3人組はすぐに降りてきた。こんばんは。ちょっとかなこ押さないでよ。まだテレビ見たかったのに。あっという間に想像しくなる。ああ、いい香り。まい、失礼します。だからかなこ押さないでってば。人が増えてきたので僕たちは階段に腰掛けることにした。それでももうソファーはぎゅうぎゅうだ。ほぼ同時に京子さんが紅茶を持ってくる。俊夫君にも声をかけたんですけどね、テレビを見てるらしくて今はいらないそうです。いたね、俊夫、忘れてたわ。いただきます。ポイを揃えて入れたての紅茶に口をつける。鳩時計が鳴る。みんなが一斉にそちらを見た。3、4、5、6、7、8、9、30分が早い。9時だ。鳩が鳴き止むと吹きすさぶ風の音がそれまで以上に大きく聞こえた。窓枠がガタガタとなり、分厚いガラスが割れそうに思える。雪崩なんか起きないわよね、心配そうにメガネのアキちゃんが言う。やだ、縁起でもないこと言わないでよ。それでなくてもあんなことがあって気持ち悪いのに。かなこちゃんは言いかけてハッとしたように口を押さえた。まずい。あんなことって何かあったの？にぎもつさんがのんびりと尋ねる。僕はなんとかフォローしようと思い、溶液で閉じ込められて飢え死になんてって言ったんです。スープにゴキブリが入っていたんですよ。風評被害。なんでこのペンションの被害を評判を落とそうとすんの？いやね、今夜誰かが死ぬなんて脅迫状があったんですよ。これ言った方が良かったんだっけ？少なくとも B じゃないことは確かなんだけど。大域に閉じ込められて、まあまあまあ、嘘ついておいた方がいいんかな。まあ直感に任せよう。俺の当たらない直感に委ねていこう。大域で閉じ込められて飢え死になんてって言ったんです。まさか、それはないでしょう。三木本さんは大げさに笑った。すかさずかなこちゃんが三木本さんに質問した。あの、ペンションの方ですか？僕？僕は泊まり客です。うまくごまかせたようだ。三木本さんは続けて話し出した。遅れたもんで夕食には間に合いませんでしたが、一応自己紹介しとこうかな。若い女性もたくさんいることだし。そう言って紅茶のカップを置くと三木本さんは少し改まった調子になった。僕は三木本陽介、フリーのカメラマンをやっている。風景写真が主だけど、ヌードを撮ってほしいという人がいれば遠慮なく言ってくれればいいよ。冗談のつもりか一人で笑った。いるよね、こういう人。やだ、ヌードだって。女の子たちは嬉しそうに嫌がる。恥ずかしがることはないじゃないか。確かに今はみんな肌だって張りがあって綺麗だけど、そのうち年を取った時に、ああ、あの頃の綺麗な頃の写真を撮っておけばよかったってきっと思うようになるよ。僕はマリの顔を伺った。軽蔑したような表情しか浮かんでいない。ほっとした。かなちゃん撮ってもらえば。けいこちゃんがかのこちゃんを肘でつついている。へえ、やだ、自信ないもの。激しく首を振りながらもかなこちゃんはまんざらでもなさそうだ。
ああ、穏やかじゃないね。なんや今のは、ガラスの割れた音みたいやったけど。加山さんが驚いて叫んだ。私、ちょっと見てきます。ああ、小林さんかい。小林さんはすぐに立ち上がると廊下の奥へと消えた。女性のトーンで言っちゃったんや。楽しい雰囲気がなんとなく冷めてしまった。やがて部屋から連れ出したのか、敏夫さんと一緒に戻ってきた。でけえな、敏夫。一階には異常はないみたいだ。すいませんが、皆さん、ご自分の部屋がの窓が割れていないかどうか確かめてきていただけませんか。放っておいたら冷凍庫になってしまいますのでね。それは大変とばかりに僕たちは立ち上がり、一丸となって2階へ。何今の、チープな。チープなエフェクト何？時代を感じるね。2階に上がると僕はまず自分の部屋に飛び込んだ。ドアを開けて覗いただけで何も異常がないのは分かった。が、一応中へ入って窓がきちんと閉まっていることを確認して、僕はまた廊下に出た。マリ、加山夫妻、三木本さん、そして OL の3人もそれぞれの部屋から出てくる。その顔を見れば何もなかったらしいことは、独身術の心得がなくても分かる。やがて空き部屋を調べていたらしい小林さんも廊下に出てきた。皆さん、異常ありませんでしたか？とするとあとは一部屋しかないな。そう言ってある扉を見つめる。あのヤクザのような男の部屋なんだろう。僕たちは自然と小林さんを取り巻くようにして立っていた。そういえばあの脅迫状、もしかしたらあの人が書いたのかもね。マリがポツリと漏らす。どういう意味？誰かをその部屋で殺したのかも。他の人たちには聞こえないよう小さな声でささやく。怖いこと言うね。まさか、それにまだ9時過ぎだよ。あの脅迫状がいたずらじゃないとしても予告の時間は12時じゃないか。そうだけどさ、大体犯行予告なんてのは捜査陣を惑わすために出すものでしょ？トル、江戸川乱歩とか読んだことあるでしょ？それもそうだ。お客様？田中様？小林さんは意を決したように歩み寄ると扉を強くノックした。しばらく待つが返事はない。耳を澄ましていると中から何か風で煽られているような音がする。お客さん！小林さんはどんどんと扉を叩いた。が、やはり返事はなかった。やっぱりここで何かあったみたいですね。僕は言った。小林さんがうなずくとドアノブに手をかける。ダメだ。鍵がかかっている。小林さんはちょっとだけためらったが、やがて手にした鍵を鍵穴に差し込んだ。カチリとロックの外れる音がする。失礼します。小林さんは一応そう言った。来るぞ来るぞ。が、開けた途端、その部屋がおかしいことはみんなに分かった。ドアの隙間からひどい冷気とともに一陣の風が僕たちの間を吹き抜けたのだ。室内からはボタボタと揺れるカーテンの音とガタンガタンの何かが叩きつけられるような音。お客さん！おお、動いてるね。小林さんが手を離すとドアは風に吹かれて勢いよく開き、壁にぶち当たった。部屋の中が見える。話は知ってんだけど、本当にこのワンは初見だから、このシルエットバージョンは、結構ドキドキするね。僕の部屋と同じツインの部屋だ。シングルはないので、一人客もツインを使うことになっているのだ。開け放たれた窓から吹き込む雪が狂ったように乱舞していた。重いカーテンがカーテンレールから引きちぎられそうなほどバタついている。窓側のベッドに少し雪とガラスの破片が散らばっているだけで人の姿はなかった。お客さん、田中さん。小林さんは叫びながら入り口脇にあるバスルームの扉を開けた。窓の方から音がした。振り向くとほとんど枠だけになった窓が壁側の、外側の壁に叩きつけられている。窓から出たんじゃないでしょうか。僕は行ってみた。なぜ？小林さんが当然の質問をする。僕にももちろんわからない。小林さんは入るのをためらっている様子だった。調べないんですか？僕は小林さんを促した。小林さんは小さくうなずくとそっと歩を進め奥に進んでいった。続いて僕とマリが入り、残りは廊下から覗き込んだ。吹き込む雪と風から顔を守るように右手をかざし、小林さんは窓にたどり着いた。その途端彼はギョッとしたように立ちすくんだ。なんだこりゃ。何気なく近寄って僕は彼の視線の先をたどった。
窓とベッドの間は数十センチ開いていた。その床の上にマネキン人形の部品のようなものが落ちていた。黒い布から突き出た手首、その上に無造作に置かれた土毛色をした足首、そして青黒い顔の近くにはサングラスが落ちている。手足や胴体の中に糸が通っていて、それを緩めるとくしゃりと潰れる人形のおもちゃがある。あるね。それらの手足はまるであんな風に積み重なっていた。なんてこった、これは死体だ、人間の死体だ。小林さんはもはや全身に吹きつける雪も気にならない様子で叫んだ。僕とマリは声も出さずに雪の積もり始めたその死体の山を見ながら立ちすくんでいた。なんだこのエフェクトは。俺こんなんに出くわしたらおしっこちびるけどね。10分後ってことで、今回はここまでで終わりますか。ついに初めの死体が見つかってしまったところで、今回はここまでで終わります。また次回この続きから、あの死体は誰のものだったのかやっていきたいと思いますので、またお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたね。